皆さんどうもこんばんは。井上、いや井の下、あ、じゃあ間を取って井の中、井の中カエルです。要は今日なんですけど、なんかねツイッターでねこんなのがあったわけですよ。ここら辺にポッと写しておこう。よしね、これアホのせいでまた寝れない日々を過ごさんといけんのみたいな。いや大変だろうね、看護業とか、看護業界って医療業界も大変でしょ。病院にね患者さんがなだれ込んでて、いや大変だ。でもね大変な人ってもっといると思うんですよ。まあ例えば経営者の人たち、あの人たちは自粛ムードで利益ガタ落ち、まあ、どういうことかっていうと会社にお金が入ってこない。でこういう経営者っていうのは利益上がった利益の中から支払い給料が払われるので、そもそも売上ガタ落ちの状況だと、まあ、自分に給料を払えるなんてままならないわけですよね。で、まあ、少なくとも職員さんはいるわけで、まあ、アルバイトもいるわけで、そういう人たちの生活もかかっていると。だから、まあ、そういうところの確保まで、まあ、経営者っていうのは頭を使って考えてるわけですよ。まあ、この看護師さんは、まあ、大変かもしれないですけど、それでも前にちゃんとね働けば給料が出て働ける環境もあると。一方でこの経営者っていうのは本当明日生きれるかどうかの勝負だよね。それをこうやってる人からすると、まあ、こういうツイートっていうのはまあイラッとするのかなっていうふうに僕は思った。うん、まあ全然悪くないですけど、まあ悪いのはね安倍さんということで、国のトップとしてあまり良くないと思う。うん、あでも安倍さんあれ、あのマスクありがとね。でそのね、緊急事態宣言がこうやって伸びて、まあこれから経済にね大打撃なわけですけど、まあそうなっていくと、まあ、コロナのために出した緊急事態宣言っていうよりも経済に対する緊急事態宣言を出した方がいいんじゃないかってぐらい本当に本当にやばいと思うね。こうやって働いてる、普段働けてる人はまあいいのかもしれないですけど、でも結局どういう事業にも経営者っていうのがいて、経済が回らないっていうのはもう経済が回らない、お金が回らないっていうのはもう会社としては致命的なわけですよ。雇われてて、でお金をもらえてるっていうその環境がもう死ぬほど幸せなわけですよね。そう、うん、だからまあ感謝すべきかなと、そういうものには。でなおかつ学生の人たちも両親からもらったお金で大学生活を送れてる人が多いと思うんですけど、こういう経済の危機でまだ学生っていう立場でね、こうやって勉強できているっていう環境は、働く環境があるっていうこと以上にもっと幸せなことだっていうのは、まあ、認識していかないといけないと思います。こういう休みの日だからって、ね、朝から晩まで YouTube 見たりだとかね、あのプライム、アマゾンプライムとかさ、そういうのを、まあ、時間使うのもまあ悪くはないですけど、もっとねこういう時間がある時だからこそ、こうなんかもしもの最悪の事態が起こった時に、まあ、少しでも対処できるように、まあらかじめ準備しておくっていうのもまあいいんじゃないですかねっていう、生意気な提案でした。最後まで聞いてくれてありがとうございます。おやすみなさい。